その辺で緑川君とのなんか仲良く、うん竹下さん、小木さん、こんにちは。こんにちは。現在放送中で竹下さんが出演中の Sk8 きたー見ておりますよ。イエーイ。アダム様のかもち立つ雰囲気ごじっちゃったかもちわかんないワードとかもしれないね。かもち出す雰囲気ね、はい、振る舞い、うん、魅惑さ、うん、気持ち悪さ、うん、やばさ具合、うん、イカレ具合、うん、どの要素をとっても本当にある意味最高で最強なキャラクターだと思います。だよね。さすが他のお方ではできない感じの小安武人さんだからできるイメージぴったりの役柄だと思います、うん、本当武人さんの演じるキャラクターはいつもながら癖になり虜になり魅了されてしまい、うん、どんな役柄でも素敵にさえ思ってしまいます、はいなぜでしょうか。もしかしてこれこそが小安パワー、小安そうです小安病、小安の舞なんでしょうか。待っちゃったダンシングし始めちゃった、理解できないんで教えてくださいね Sk8 ね見てるんですよ。お前ものすごいハマってるよな、珍しく。久しぶりにねこうアニメでなんかこう燃え上がるような面白さなんか毎週そんなすげえ楽しみにしてるのびっくりした俺。そういや毎週毎週 Sk8 本当に楽しみで、うん、何がすごいって、うん、いやまずさ、うん、作画がすごいよね。すごいよね。すごいよね。作画から演出からないことになるんだね、うん、すごいよね。すごいよね、うん、もちろん役者さんのお芝居、うん、もういやすごいんだよね。キャスティングも含めてね、うん、その若い人からベテランの方々までそれぞれもう完璧に合致した、うん、いやいいこうなんだ立ち位置っていうかさ、うん、キャラの配分してるよね。でしかもそのねさっきも言ったように作画、うん、かっこいいんだよねSk8、うん、ただ滑ってるだけじゃないんだよね、うん、いやSk8のシーンすごいよやっぱり力の入れ具合が本当に、うん、めちゃめちゃいい。音とかもそうだし、うん、なんかこうアスファルトというかさ、うん、地面を滑走してるさ、うん、カツッサーっていうさ、うん、音とかもめちゃめちゃいいしさ。まあねアダム様がね何よりもやっぱりねいやそんなことはないけど、うん、いや俺だって別にねあれよ得意中の得意でやってるわけじゃないからね。確かにそういう要素は小安武人には確かにあるよ、はい、あるけどでもだからといって、うん、全て好きなようにやって、うん、あれが出来上がってるわけじゃなくて、うん、やっぱりそれはスタッフ間とのやり取りでもっとこうしてほしいとかああしてほしいとかやりながらやっぱりあれが出来上がってるから、うん、決してなんか小安武人が一人暴走してるとか、うん、得意中の得意の、芝居をこうひけらかしてるわけでは決してなくて、うん、そうなんですよね。やっぱりねすごいと思いますよ。だからそういう部分で言えば、うん、そう家でね一応ね多少はね聞いてたからねそういう話も、ね、小安家おかしいからねあれ、はい、小安家のリビング4人揃って Sk8 見てる絵面おかしいからね。すごいよねみんなでねみんなで見てさいやでも Sk8 見てたらさ、うん、やりたくなるよねSk8。あSk8ねついにボードの上でフラメンコしたくなるんだよね。ああ分かる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 絶対無理だけどね。無理だよね俺たちの能力ではね。無理だよね。でもあれなんか実際にああいうことできる人いるらしいからね。やっぱり、うん、なんかそういうものを参考にしてるらしいからあとSk8前にこう葉巻加えたりとかタバコ加えたりとかしたくなるよね。タバコ吸わないんですけどね。そうねちょっとね不良だからね悪いことをしてるのがそういう描写がさ悪いことっていう描写じゃないですか。あれもなんかこう逆にすっきりしてるってまあそうね、うん、そうないいよね。いやかっこいいっすよアダムさん。いやありがたいですよそう言っていただけるとなんかね本当に癖になるキャラクターっていうか、うんうん、まあだってね今期本当にだってその、まあ、アダム様もそうだしさ、うん、ジークさんもそうだしさ、うん、ロズワールさんもそうだしさ、うん、いや癖強すぎでしょ。そうだね集まっちゃったね今期ね、うん、そうたまたまなんだけどなんかこうラスボス級な方々がそう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 今 Sk8 ってやってるんだけど Sk8 ね Sk8 のアダムっていうのがこれがまたド変態ですごいよね。あれすごいよね。すごいんですよ本当に。ただくれぐれも言っておきますけど、はい、僕は別にすごい楽しく演じてるとか、うん、そういう役好きなんですねとかってよく言われるんだけどそんなに別に好きじゃないし、ただ役者として楽しいなと思うのね、うん、そういうことができるこうお芝居をぶつけられるたりとか自分の引き出しの中からそういうなんだろうド変態のものを持ち出してそこを当てて、うん、でそれをみんなが評価中に変態ある、ねうん、いやもちろんないとは言わないよないとは言わないけど、うん、でもそういうのができるのはすごい楽しいと思うけど、うん、それは俺だって隣で光くんがねかっこいい役をやってるのを見ると、うん、あやっぱ俺もかっこいい役やりてんなと思うわけですよそうだよね松本さんがかっこいいねジョーとかやってるとあいいなかっこいい役と思うわけなんで俺変態なんだろうと思うわけだけどなんか役者の小安という人が、うんなんか楽しそうにやってるわけですよ、はい、マイクの前に立つと、うん、そういう役者の前で楽しそうにやってる小安武人を見ると、俺はよかったね小安武人と思ってる小安武人がいるわけよ。わかるよ。俺もね、かっこいい小安武人好きだけどね、変態の方が安心するかな。だからね、本当にね、なんだろう、俺分裂症じゃないとかなと思うぐらいになんかね、自分を客観的に見てる小安武人がいて、まあその小安武人が喜んでくれるなら、うん、まあいいかなと思ってます。ちょっと何言ってんのか分かんないですね。すいません。なんで、はい、変態は嫌いじゃないです。なるほど、よかったよかった、安心しました。そうだよね、うん、そうだよね、はい、まあ、その辺を抑えてればね。そうですね、にわかとかね、おっしゃらないでください。好きな役がいっぱいあればね。ただね、本当にね、王子様みたいな役もやってるし、優しい役もキャラクターもいっぱいやってるんですよ。うん、ただやっぱりね、ちょっとおかしなやつが目立ってるから、うん、目立つよね、うん。どうしてもそっちのイメージがあるかもしれないけど、うん、俺は本当にオールラウンダーだから。何でもできるからね、あれ。すごいよね。遊戯王にも結構出てらっしゃるじゃないですか。ああ、出てますね。遊戯王の斎王拓磨さんおるじゃないですか。ああ、斎王さんいますね。なんかあの人も当時ファースト8世同様にお叱りの電話をいただいたっていう。いやー、もうあれも怖いからね。あれ作画が怖いしね、まずね。どうして子供向けのアニメに出て子供を怖がらせてしまうのか。ね、ちょっとやりすぎんのかな。でもね、それが好き。ちょっとやりすぎちゃうのかな。かっこいいんだよね、どっちもね。いやいやいや、本当にね、そういうのはあります。そこはやっぱり抑えてもらいたいですね。